保津川に来ました。はい。はい、今日の野外飯で食材を調達したいと思います。はい。でちなみに、はい、ここ保津川なんやけど、はい、あの遊漁券っていうのがいいね。ちゃんと買わなあかんねんか。そうなるんですね。ネットで買えんねんけど。まあね。で年間安くて、はい、あ鮎は高いねんけどな。はい。こういうなんか雑魚券って言ったかな、鯉とかナマズとか、はい、でな鯉は、うん、5月いっぱいわかんねん、とっても逃がさなあかんから、うんうん、他のはいいんだって別に、はい、でこれサデアミって言うんだけど、これ自分で作ってんけど、はい、サデアミも使っていいって言ってた。で他に保津川の支流っていうかな、はい、他の川もでやってもいいよって言ってた。僕みたいにこう釣りとかシーフィン人からするとね、お魚釣るのになんかそんな遊漁券とか買わなあかんにやって感じですけどね。いやそうやな、いつからあるんでしょうね。いや、前からあるんだと思う。え、大昔から。うん、はあ、な僕の子供の時からあったってこと。あってあって。いいんやで、うん、マジっすか。で、はい、電話した時にな、はい、おばちゃんが出てくれはっていろいろ質問して、はい、ただおもろかったんが、はい、これ、うん、その他の川でも釣っていいんですよねって、はいはいはい、聞いたら、うん、ああいいですよ、うん、でも釣れるかなって言われた。なんて挑戦的な。挑戦的ですね、なかなか。この予定なかったよね、今日は。ああ、はいはい、全滅しとって。全滅しとって。はい、行くで。あ、そこなんですね。ここやね。はい、ちょっとじゃあ なんとか縁から。いや、そんなそんな感じで撮るんすか。よっしゃ、取れたやろ。え、思ってたんと違う。あれ、全然取れへん。昨日取りすぎたんかな、俺。あれ、思ってたんと違うんですけど。何が思ったんちゃうの。そんな感じで、土壌すくいみたいな感じで取るんですね。土壌すくいって、これよいしょ。うわっ、あーじゃん。あれ、取れへん。なんで昨日いっぱい撮れたのに。あれちゃいます、撮る前に僕らが喋りすぎたんちゃいます、近くで。そんなすぐ見えへんってよ。待って、えらいこっちから一匹撮れただけやん。いや、もう絶滅したんじゃないですか、昨日で。昨日撮れすぎたんかな。はい、昨日はあれですか、さっきみたいにガサってしてあったらもういっぱい入ってたんですか。いっぱい入ってた、エビこんだけ。いますね。いやー、少ないよこれでも。しゃあないな。でもな、昨日もっとおったけどね。まあ、とりあえず今日はこんだけにしようか。はい、でしたろ。